新マップ実装きたー。はい、どうもティーチャーです。今回はね、新マップワイルドオアシスが来たんで、こちらやっていきたいと思います。ということでやっていきましょう。いや、楽しみですね。いきましょう。はい、ということでね、やっていきたいと思います。ということでね、まずこのマップの紹介についてなんですけど、まずこのマップのもうね、みんなが思うことだと思うんですけど、まずこれマップがめちゃくちゃ広いんですよね。うん、もうなんならね、嵐の半島よりでかいというね。プラスでこれ復活機能とかもあるんで、プレイはね、より楽しめるんじゃないかなと思います。友達とプレイしたりするとね、なんか自分だけ死んじゃうみたいなとかね、足引っ張るとかね、あると思うんですけど、復活機能があることによってその辺のね、心配もなく、初心者の方にもね、楽しく友達とプレイ一緒にね、できるんじゃないかなと思います。今回ちょっと僕はね、シングルなんですけど、やっていきたいと思います。いや、楽しみだな。で、このマップっていろいろやっぱ機能があるんで、それもね、見ていけたらいいかなと思います。ちょ、どこ行こうかな。ちょ、それからだよ。どこ行こうかな。ちょっとあんまりね、僕も把握してるわけではないので、ここら辺行ってみるか。行きます。それでは皆さんご一緒にレッツ新マップ初陣やで。あ、ということで、なんか今回ね、ちょっと縛り初めてなんですけど、このマップ、まあ縛りプレイもね、やっていけたらいいかなと思います。で、 SR 縛りやりたいんですけど、まあできるかどうかちょっと怪しいですね。まあできれば SR で倒したい縛りみたいな感じでちょっとね、やっていきたいと思います。よいしょ。いや、いるな。いるにはいるね。ちょっとね、いろいろ観光もしたいんですけどね。さて、まずは物資をね、集めていきましょう。いや、ここの景色めちゃくちゃ綺麗なんだよな、このエリア。まああとやっぱり新マップ実装されたんで、まあ実装されたら皆さんやると思うんで、まあまずボット少ないのがいい点ですよね。ね、近くにこのマップ限定のね、機能があるんで使っていきましょうか。ね、ここですね。ここガソスタなんですけど、まあここでガソリンも給油できると。そこで買い物もできるっていうね。と、あとここのね、ガソスタにはね、もう一つ機能があって、これ。ここでもね、買い物ができるんですよ。こんな感じで。車とかがね、買えたりするんですよ。ちょっとせっかくなんでね、買いましょうか。ちょっと買います。じゃあバイク。はい。購入したら、ここからね、これすごない？ここでね、作ってくれるっていうね。めちゃくちゃすごいよね。おい、バイクをね、作ってもらいました。で、もうちょっと高いのをね、買えばすごいね、いい機能のやつとかも買えるんですけど、なかなか高いんですよね。まあ、なんですけど、一旦バイク使っていきましょう。なんか来たわ。早速やるか。オッケー。あぶねー。まあ、このマップやっぱ出たばっかでね、プレイヤーたくさんいると思うんで、その点もやっぱ楽しいね。やばい。いって。いや、言ったそばからいるし。俺せっかく作ってもらったバイクもう破壊されたんだけど。やめろ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 。なんかもう一人いるし。オッケー。あぶね。いや、めちゃくちゃプレイヤーいるんだけど。ちょっと待って。え？待って、いる？これ上にいるでしょ。大陸。あぶね。待って、めちゃくちゃプレイヤーいるんだけど、マジで、本当に。あ、いる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 。これ敵多いな、ガチで。オッケー。いや、敵多すぎる。あ、でもね、2000コイン貯まったんで、ちょっととあるアイテム買いたいと思います。これ買います。これ。直線加速レーシングカー。これ2000コインですからね。これが強いんだよね。また来た。待って。あれ？これどこ行った？え？いたのかよ！え、何これ？あ、これ。これ、あれですね。この新マップ限定の車のバッテリーですね。いるし。くそ。やばい。くっそ。結局、泥水そこに用事あるからな、俺。オッケー。ちょっとね、SR 使う場面ないです。マジで。マジでない。本当に。ちょっとね、一回買い物しましょう。
で、このマップ限定のアイテムっていっぱいあって、とりあえずちょっと危ないんで、もう買いますね。さっさと。危ないんで、マジで。車両修理キット買いました。で、これが何かっていうと、もう早速試しちゃいますね。例えば、この車今僕、ダメージ受けてるんですけど、これゲージ見たらわかるんですけど、こんな感じで直すことができるんですよ。待って、また来たよ。で、こんな感じで使うと、これ、フル回復しますね。すごい。いるし。はい。マジで敵多すぎる。あ、で、コイン助かる。めっちゃコイン助かる。ちょっとさすがに、もう一回使おう。やっと変えたよ、これ。さっき使えなかったからな。おしゃい、オッケー。いや、これがね、すごいんすよ。はい。あ、待って、いるし。オッケー、やぶね、なんで詰めてきた？やばい。え？この車マジですごいからね、本当に。おー、行くぜー。ドリアーって、これやばすぎやろー。これやば、やばいやばい、待って、やばすぎやろ、これ。あ、待って、いるか、いるっぽいな、いるな。はい、OK でーす。よいしょー。これマジで、いやー、いるな。やばい、待って、これやばい。空中を撃ってくな。できて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 。いや、きつい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 。きついな、これ。待って、やばい。痛い、死ぬ、これ。無理。これは大ピンチですね。痛い。オッケー、危ねえ。今なんかいる。降りたか、降りたな。オッケー、なんか来た。オッケー。いや、無理だわな、さすがに。さすがに無理だ。どこだ？いや、バレてる、これ、もしかして俺。オッケー。よっしゃい。いや、このマップね、楽しいです。いや、今日試せてない機能とかもあるんでね、ぜひ皆さんもね、やってみてください。そして最後にね、お知らせがあります。はい、ということでね、イベントが新マップ登場とともにたくさん来てて、こちら見ていきましょう。こちらですね、ワイルドオアシスということで、毎日5分プレイしたら金券がもらえるようになってますね。50×7 なんで350金券もらえます。とね、マップダウンロードでこちらもらえますね。受け取っときましょう。あーって、これやっとけばよかった。オアシス探検とかもね、ありますね。こんな感じで選んどくみたいな感じね。うん、これはこのミッションをクリアすると、この右下のやつのどれかが手に入るみたいな感じですね。これは小屋の光が始まったということで、まあ、なんかシェアとかしたらこれももらえるみたいな感じ。シェアね、こんな感じでシェアをしたらこの辺もらえるということで、まあ、あとはこちら、新マップ大会特別配信キャンペーンということで、配信を見るとシーズン30の補給パックをゲットできるチャンスがあるみたいです。YouTube 視聴してみてください。ということで、新マッププレイしていきましたが、めちゃくちゃ楽しかったです。皆さんもぜひプレイしてみてください。